平野紫耀とジングージユータ、夜のプールでセクシーなショットを公開、ファンからの反響が続々。ジャニーズ事務所の人気アイドル、平野紫耀とジングージユータがシンガポールを訪れて夜のプールで楽しい時間を過ごし、その様子を自身のインスタグラムで公開しました。 この投稿はファンから大きな注目を浴び、セクシーで筋肉の美しいショットに対する翔さんのコメントが相次いでいます。本記事では、この注目のプール写真について詳しくご紹介いたします。ジャニーズ事務所のアイドル、平野耀と神宮寺雄太は、世界中のファンから愛されている人気メンバーとして知られています。 彼らは日本国内外でのコンサートやテレビ番組で幅広い活動を展開し、その魅力で多くの人々を魅了しています。最近、彼らはシンガポールを訪れ、そこでの素敵なひとときをファンと共有しました。平野志耀は自身のインスタグラムアカウントを通じて、シンガポールでの滞在中に撮影された写真を投稿し、 その美しいプールでの夜景と神宮寺雄太との楽しいひとときをファンと共有しました。彼の投稿は日本国内外からの多くのファンから大きな注目を浴び、そのセクシーで魅力的なショットに対するコメントが続々と寄せられています。平野のインスタグラム投稿では彼と神宮寺雄太が美しい夜のプールでくつろいでいる様子が捉えられています。 彼らは水辺に座り、後ろ姿をカメラに収めており、その光景は多くのファンを魅了しました。また、デュールで楽しむ彼らの姿からは、彼らの友情と楽しみが伝わってきます。平野はその写真にキアプションを添え、またお邪魔します夜のプールは寒い当たり前、とコメントしており、その場所がシンガポールであることを示唆しています。シンガポールの夜景は美しく、 彼らはこの素晴らしい環境で特別な一時を過ごしていることが伺えます。彼らのプールでの冒険に加えて、平野の潮は水族館のような場所で魚を見つめている写真も投稿しました。これにより、彼らはシンガポールで様々なアクティビティを楽しんでいることが伺えます。シンガポールは観光スポットが豊富で多くの楽しみが待っていることでしょう。 ファンからの反響、平野紫洋と神宮寺勇太の夜のプール写真に対するファンからの反響は非常に大きく、多くのコメントが寄せられています。ファンは彼らのセクシーで魅力的な姿に対して賞賛の言葉を送っています。以下は一部のコメントの抜粋です。セクシーな後ろ姿に心を奪われました。彼らは本当に素晴らしい友達ですね。 ののの写真がが最高です特に平野の背中と腕の筋肉が素晴らしいシンガポールの夜景と彼らの笑顔が素晴らしいコンビネーションですね。彼らの写真を見てシンガポールに行ってみたくなりました。平野紫耀と神宮寺ゆの楽しそうな時間が羨ましい。彼らはいつも楽しんでいてファンとの瞬間を共有してくれるのが嬉しいです。 このようにファンからのコメントは彼らの写真に対する賞賛と共感の言葉で溢れており、彼らの活動へのサポートが感じられます。ジャニーズ事務所の平野耀と神宮寺雄太がシンガポールで夜のプールで楽しいひと時を過ごし、その様子をファンと共有しました。 彼らのセクシーで魅力的な写真は多くのファンから大きな反響を呼び起こし、その友情と楽しさが伝わりました。ファンからのコメントには賞賛の言葉がたくさん含まれており、彼らの活動へのサポートが続いています。今後も彼らの素敵な活動に期待が高まります。